ハンナのたまごっちリン酸チェッカーでございます。ついにもわもわチャンネル、もわもわ。はい、皆さんこんにちは、もわもわチャンネルです。本日の動画はですね、じゃハンナのたまごっちリン酸チェッカーでございます。ついにね、2つ目のハンナたまごっちシリーズをね、買うことができました。以前持っているのはね、こちらの硝酸塩チェッカーですね。ハイレンジ、とてもねチェックは簡単なんですけれども、今日はねこちらのリン酸チェッカーで水槽、本水槽にしようかな。本水槽のねリン酸を測っていこうと思います。今までの検査ではリン酸はね検出されない。なぜだかね、リン酸ね検出されない水槽でもほぼゼロ状態の水槽なんですけれどね、まあ自分でハンナでチェックしたことがないので、ちょっとハンナの方でね本日はチェックしてみたいと思います。以前ねガクさんの方に水を送ってハンナのこのたまごっちで検査してもらった時はゼロでした。ということで本日は自分でハンナのリン酸チェッカーでリン酸をチェックしていきます。もわもわチャンネル。はい、ということでリン酸たまごっち、じゃあ開封。かっちょいい。あれですね、硝酸塩と同じ感じですね。これちょっとインチ入れようかな。この開け方がいつもわかんないね。みんなどうやって開けたの？下がバネ、下がバネ。違う。ちょっと。よいしょ。よいしょ。よし。お。硝酸塩と同じように試験管2つ、検査薬が1。1234 5検査薬が10個ですね。そして説明書ですね。やり方はハンナと一緒なのかな。ハンナじゃねえや、硝酸塩と同じかな。 C1 液入れて、薬入れて、クローズザキャップ、プレス&ホールドザオンオフボタン、ザ・ディスプレイ・ウィル・ショー・ザ・カウントダウン・ピリオア・トゥ・ザ・メアスレメント・ティビリ。わからない。とりあえず詳細と一緒なのかな。ちょっと後で聞いてみよう、仲間に仲間に聞いて。ハンナの詳細を初めて使った時も最後長押しするのをこう説明書みたいなの見逃していて、最後ポチッと押しちゃったんですよ。そしたらもう失敗、その時点で失敗多分3回ぐらい確かやり直したんだよな。本水槽のリン酸を測っていきたいと思います。はい、一度ねこの新しい缶をしっかり洗ってから、よいしょ、海水を入れるそうです。とりあえず今海水を入れてきました。10ミリですね。10ミリ入れました。ここにね周りに指紋ついてても影響するそうです。あと中にねこう検査薬混ぜた時に気泡があっても影響しちゃうそうです。今ね指紋も拭き取りました。ハンナの電源入れました。 C1 になっていることを確認してこれをセットします。蓋閉じます。1回押します。 C2 になったら薬を入れて検査開始です。なりましたね。 C2 になったら蓋を開けて取り出します。これはもう完全にあれですね、硝酸塩と同じ、ハイレンジと同じやり方ですね。よいしょ。これも2分混ぜます。2ミニッツって書いてます。気泡があるんですが、ちょっとゆっくりこうやってやると気泡が消えていきます。気泡が消えました。気泡が消えたらセットして長押しですね。ポチッと。したら3分のカウントダウンが始まります。それでは待ちましょう。いや怖いな、40秒前怖いな。これ待ってる時間が一番怖い。今まではねほんとリン酸検出されてなくて、詳細は高いけどリン酸が出てないからまだ救われているよねっていう話だったんですよ。もしこれでめっちゃ高い数字とか出たらどうしよう。それでもサンゴの調子がいいのでそんなあれなんでしょうけど、いや怖い。10秒前怖い。低い、低く出ろ、低く出ろ。おおやった、そう、めっちゃ安心した。そうゼロなんですちょっとね詳細の方も測ってみます。よし、これをポチッと電源入れまして、もうここから倍速でやっちゃいます。やり方同じなので。すでにやばい色。ちょっと気泡を取り除いて、棒を取り除いて、指紋を拭き取って。以前ね、つい先日なんですけれども、75を叩き出してしまったので、大体想像はつくんですけれども。でしょうね。はい、67です。我が家の詳細67、リン酸がゼロ。なんでこれでこんなにサンゴが絶好調なのでしょうか。ちょっと謎でございますが、はい、予想通りでございました。チャンネル登録よろしく。はい、ということで本日の花サンゴ異常ありません。はいということでね、リン酸チェッカー、ハンナさんのねリン酸チェッカーで検査してみたんですけれども、リン酸の方はやっぱりねゼロでございました。なぜだかねうちの水槽リン酸が全く出ないんですよね、謎に。で硝酸塩は67とね相変わらずの高さでございます。しっかりね缶洗ったりね指紋拭いたりきっちりやったんですけれどもね、毎度こういう数値が出てしまいます。謎ですね。とりあえずねサンゴたちはね相変わらず元気でございますので、そこまで心配はしていませんが、はい、そんな感じでございました。それでは今日はこの辺で終わりにしたいと思います。それではチャンネル登録、高評価、低評価、コメントリクエスト何でもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしく。